今日はうちにある洋書の中でおすすめのものとかこれから読んでみたいなっていう興味を持ったものをご紹介しようと思います。家で勉強をしたりとか、ちょっと仕事をする時に使う机に今いるんですけれども、まずこれは今はもう後継機種が出ていない軽くて薄い MacBook 12インチです。それから右側にあるのは、これは友達からプレゼントしてもらったカレンダーなんですけれども、後ろにクオートがあってすごくおしゃれで可愛いカレンダーです。これは海外で買ったものだそうです。それからこのティッシュケースは100円ショップで買ったものです。で、勉強中のおやつのドライフルーツとジンジャーで、この時計はフランフランで買いました。で、上の方に窓があるんですけれども、この左側はフランフランで買った造花で、真ん中はプレゼントでいただいたコスメで、上にはカードが、今までいただいたカードとかメッセージカードを置いてあります。で、右側はこれはフランフランで買った、中にキャンドル風のライトがつくものです。それでは本の説明に行きたいと思います。まず気軽に手に取れる漫画グラフィックノベルからご紹介したいと思います。1冊目は近藤麻理恵さんの The Life Changing Manga of Tidying Up です。たまたま本屋さんに並んでいるのを見つけました。で、この主人公の千秋さんっていう人のお家がぐちゃぐちゃなんですよね。それで近藤麻理恵さんと一緒に片付けていくっていうお話なんですけれども、そんなに難しい単語とか出てこないし、その片付け方もすごくイラストとか分かりやすいので、これはすごく楽しく読める、気軽に読める本なんじゃないかなと思います。はい。で、次は「スター・トレック」に出演した俳優さん、ジョージ・タケイさん、日系アメリカ人の方なんですけれども、この方が幼い時に家族と一緒に日系アメリカ人の収容所に移された時の体験が書いてある本です。この方はテッドトークもしているようで、その場面も出てきます。時々戦況を伝える場面があるので、ちょっとそこは英語が難しい部分もあるんですけれども、全体的に難しい単語が出てくるわけではないので、グラフィックノベルで絵の描写もあるので読みやすいんではないかなと思います。収容された時のそのお母さんの表情を忘れることができないっていうことが書いてあって、それがすごく印象的でした。はい。それから次もグラフィックノベルなんですけれども、Persepolis: The Story of a Childhood and the Story of a Return。 これは映画化されているようなんですけれども、イランで育った女性の話です。漫画なので全部大文字なので、イラン系の人の名前なのか、それとも私が知らない難しい単語なのか、なんかどっちなのかなって思って、ちょっと読みづらいこととかもあるんですけれども、中東で生活する人の実態とか女性の実態、なかなか知れる機会がないので、これ読み進めていきたいなと思ってます。100 Things Successful People Do っていう本で、これは生活の中でどんなことに心がけたらいいかっていうことが書いてある本なんですけれども、見開き2ページなので隙間時間に読みやすいんじゃないかなと思います。左にはこういうこと大事だよっていうのが書いてあって、で、右側のページには具体的にどういうふうに行動に移すのかっていうことが書いてあるので、すごくまとまってて読みやすいなって思います。次は「
すごく私が勉強になったなと思って他の動画でもおすすめしているんですけれども、実際海外、英語圏、特にアメリカで生活する人、駐在する人におすすめなんですけれども、生活に密着した語彙とか表現を学びながら、その現地で生活する上ですごく役に立つようなことが勉強できます。それで音声もダウンロードできるんですけれども、最初にテーマとそれに関する文章とかダイアログがあって、その中に出てきた重要な単語が太字になってるんですけれども、その説明があって、あとはその慣用表現とか文法でノンネイティブの人にちょっと分かりづらいようなところが解説されてあったりするので、すごく親切な本だなと思います。出だしのイントロダクションがダウンロードしたもので聞くと、なんかラジオみたいなお話みたいな感じで聞けるので、すごくこれは面白いです。はい。それからこれはまだ途中なんですけれども、ハンス・ロスリングさんの「ファクトフルネス」です。もう「ファクトフルネス」は日本語に訳されたものが出ていて、すごく有名で人気だと思うんですけれども、ハンス・ロスリングさんをテッドで何回か見たことがあるんですけれども、多分この方は英語ネイティブではないと思うんですよね。で、この方の書いた英語であれば、そんな複雑な凝った言い回しとかもされてないと思うので、読みやすそうだなと思って、ぜひ英語で読みたいなと思って買ってみました。グラフの読み取りの勉強にもなるんじゃないかなって思います。はい。続いては、これはまだところどころ気になるところしか読めていないんですけれども、 Everything you need to ace world history in one big fat notebook っていうもので、アメリカのハイスクールで成績が良かった生徒がいろんな教科のノートを書いて、それを出版しているもので、セルフスタディとかホームスクーリングの生徒に人気がある本みたいなんですけれども、本当にすごい分厚い本で、これぐらいあります。で、私は実は高校の時に山川出版の教科書だったと思うんですけど、教科書の言葉があまりにも難しすぎて、ちょっとその理解しづらいっていうか、読み取るのが苦手で、世界史を途中でこう投げ出して違う受験科目に変えてしまったんですよね。それで世界史知らなくって、すごい大人になってから恥ずかしいので勉強しなきゃって思ってたんですけども、これはすごく分かりやすいです。言葉がですね、難しくないんですよ。で、日本語だとちょっと難しいなっていうことも、なんか英語で読めば、あ、そういう意味かみたいなことが分かったりするんですよね。なんか大人になってからもう一回本屋さんで山川出版の本売られてるの見たんですけども、全然読む気しなかったんですけど、これだと噛み砕いて書いてあるし、すごく面白いです。これおすすめです。はい。そして次は、これは私が英検1級の勉強をするときに買った本なんですけれども、Vocabulary Cartoons っていう本です。ネイティブの子供が難しい単語を勉強するときにダジャレで覚えるための本です。このシリーズはこれが入門で、あと2冊サット対策のボキャブラリーの本があって、そちらの方は小さい本なんですけども、これはちょっと B5 サイズぐらいで大きい本になっています。これがちょっとちっちゃい本だったらよかったなと思うんですけど、どんな本かというと、1ページに1語あって、それをイラストとダジャレで覚えるっていう本です。で、本当にこれで難しい言葉結構覚えれたので、これは皆さんにもおすすめします。なんかボキャブラリーってやっぱりネイティブの子供にとっても難しいんだなって思いました。特に英検1級の単語なんて
英字新聞読んでたんですけど、それでも出てくるかなっていうような、全然普段目にしないような単語がいっぱい出てきたんですよね。ですごくボキャブラリー苦手で辛かったんですけど、やっぱりネイティブの人にとっても単語ボキャブラリー覚えるの大変なんだなってこれ見て思いました。はい、それから一番最後は私が気に入って定期購読している雑誌です。オプラ・ウィンフリーさんが創刊しているザ・オーマガジンです。でこれは女性向けの雑誌、プロダクティブな生活を送りたいって思っている方向けの雑誌だと思うんですけれども、美容雑誌でもなくファッション雑誌でもなく主婦雑誌でもないっていう絶妙な立ち位置ですごく気に入ってます。最初にはいろんなテーマに関するパーソナルストーリーが書いてあったり、こういろんなサーベイアンケートの結果とかがこうちょっとした切り口として、トピックの切り口として出ていたり、それからいろんな有名な人に関する記事が出ていたりとか、短い記事もあって気軽に読めたりとかすることもあるし、あといろんな新しいグッズとか女性のライフスタイルとか、この間は別の号ですけど大坂なおみさんが載っていたりしました。あと毎回心とか体の健康に関する記事が毎号載っているんですけれども、結構面白いです。やっぱり自分が興味がある雑誌とか分野の本を読むと新しい言葉もすごく覚えやすいので、ボキャブラリー入りやすいんじゃないかなって、楽しく英語の勉強を続けられるんじゃないかなと思います。毎号毎月100ページか百何十ページぐらいです。で最後に必ずオプラさんのエッセイが書かれています。以上でうちにある洋書でお気に入りのものやこれから読んでみたいなって思うものをご紹介しました。最後までご視聴いただいてありがとうございました。もし何か興味があるものがあったら Amazon とか本屋さんで手に取ってみてください。